中でとても悲しいことが起こる毎日、僕たちに何ができるのだろう、Yeah、歩き出そう、泣いてばかりじゃダメだね、昔聞いたことがある、遠くの空を見上げたら、声を届けて歩き出したら、愛に変わるんだ、だからひもりの種を巻こう、ひもりの種を巻いて、yeah、この星いっぱいにひもりの種を巻こう、ひもりの種を巻いて、yeah、大きな笑顔を作ろう。ミュージックプラネット側の皆様、こんばんは、アキヒロです。静岡県出身で東海エリアを中心に、活動しておりますシンガーソングライターです。よろしくお願いいたします。そうだな、小学校4年の時にあの XJAPAN の音楽に出会いまして、アートオブライフというね、30分ある曲なんですけど、その曲をきっかけに、まあ、こうバンドに興味を持って、中学の時にバンドを組みました。まあ、高校に上がって自然消滅してしまったんですけどもね。はい、で、あの高校に入った時に、まあ、その情熱の行き場を、まあ、路上にこのバンッワンってやっちゃったわけですね。そうですね、食べ物か、ちょうどあの僕の曲であのラーメンのことを歌ってる歌があるんですよ。あのベンガラっていう曲なんですけどね、みたいな感じの曲なんですけど、手を合わせいただきますみたいなね感じの曲なんですけど、まあ、その曲で歌ってるのが、スープだったりとか具材だったりとか、いろんなものをが一つになって、やっとこうラーメンっていうのが出来上がるかなっていう、まあ、丼もしっかりね。だからそういうので、まあ、僕の音楽も本当にこう今までやってきた皆さんがいなければこう出来上がらないのかななんていうふうに思います。ラーメン、やってないんですよね、実はね。でもね、僕ね、ビール大好きなんです。はい。そう、ビールがね、大好きなんですよ。結構ね、最近はほら、レコーディングとかが結構続いてたので、普段ね、飲まないようにとかしてたんですけど、飲むとね、よく、僕ね、ベビースターラーメンがめっちゃ好きなんですよ。わかります？あ、でもね、ベビースターラーメンの大きいやつじゃなくて30円のちっちゃいやつでしょ、あれがね、1人前だとめっちゃちょうどいいんですよね。僕とにかくね、匂いがいいやつ。もういきなりもう全然違うテーマになってきましたけども、楽曲制作でよく使うテーマ、ですね、まあ、これはあの僕 の、 あのアーティストとしてのテーマでもあるんですけど、まあ恋愛にとどまらず、僕人としての愛をよく歌ってるんですね。親子愛だったりとか、おじいちゃんおばあちゃんから受け継ぐものだったりとか、ペットに対する愛とかね、まあ、子供に対する愛だったりとか、なんかそんな、いろんな愛を、歌ってます。愛ですね。ほほうほほほ。明日地球が滅ぶんですって。マジで。まあ電話するよね。電話ね。今地元じゃないんでね。うん、まあ、あとね、僕ね、
時間が経てば忘れちゃう、あれなんですよ、毎日あの結構お祈りしてるんで、こうなったらいいなとかね、まあ、やっぱりお祈りするんじゃないですかね。それはそれはほらご想像にお任せしますよ。ごめんごめんなさい。はい、今回あのミュードルで配信させていただく曲なんですけども、さよならという楽曲を、配信させていただきます。この曲を、選んだ理由はですね、あの僕自身もあれですよ、まあ、長年の恋とか、まあ、そういうのに公衆進歩って新しいのにこう一歩踏み出すっていう、まあ、そういうのを歌ってるんですけども、今の世の中にも結構マッチしてるんじゃないかなというふうに思ってます。あの古いもの、古いものっていうとあれですけどね、自分が今までこう歩んできたあの過去の、ね、経験だったりとか、そういうのをあの大事にもちろん、ね、しながら、それでも新しいことに挑戦していく一歩踏み出す勇気だったりとか、あのそういうなんか背中を押せる曲になればななんていうふうに思います。はい、ありがとうございます。そうなんですよ、11月18日ですね、自身初となるアルバム CD 祈りを込めてを全国発売いたしました。はい、ですね、まあ、本当に、まあ、ソロ活動を、ね、本格的に始めたのは2008年なんですけども、まあ、それまでにも、ね、こう書き溜めておいたこの楽曲たちをですね、こう一つにまとめてですね、こう何入れようかななんて、ね、めちゃめちゃ迷ったりもしたんですけどもね、あの10曲にまとめて、祈りを込めて、まあですね、オリジナルバージョンと合唱バージョンなんてものがありまして、本当にね、バラードだったり、ラーメンの曲だったりね、合唱だったりとか、本当にいろいろ楽しい内容になってるんで、ぜひね、手に取っていただきたいなというふうに思うんですけども、11月18日、もうこの1回目の放送が11月19日なので、もう発売してるんですね、はい、発売してるんですよ、はい、ありがとうございます。それではですね、まあ、ぜひこの後ですね、これ見た後に、CD ショップ行ってですね、予約をしていただいて、で、11月20日にですね、11月20日にですね、レコ発ライブやるんでね、そちらの方にも足を運んでいただけたらいいなというふうに思います。ありがとうございました。たくさん花開くように。どうも、11月にミッドナイトトレインという曲でデビューすることになりました、佐藤泰治と言います。この曲はですね、人と人のつながりや大切な人への思いがテーマになっています。本当はですね、3月に別の曲でデビューする予定だったんですけれども、3月といえば、悲しい出来事がありまして、それ以降の世の中に放てることは何か、音楽で伝えられることは何かを考えて、このミッドナイトトレインでデビューすることになりました。それでカップリングのですね、初めの一歩という曲でも同じ思いを持っていてって、長かったですね、ツッコミ寄れてるあなたはどなたですか。ゆうと申します。今年で48。あ、見えないですね。はい、僕は20歳です。はい、どうです、 PV ですか、うん、すごいロケ大変でしたね。恐竜に追われ、うん、家を燃やし、ビルから持ちましたし、豪華客船にも乗り、そうですよ、もう、まあ、沈んじゃったりね。そうね、ちょっと苦しい。あと海外ロケもあったしね。あれはきつかった。きつかったですね。朝3時起きのね。ああ、もう
目覚ましセットしたんですけどね、全員起きられなかったね、監督が全部止めたので起きれなかったです。その起きらんなかった監督呼びましょうか、せっかくだね。それがいいです。監督監督監督、はい、監督朝食なんですか今日。それ、それは別の監督が撮った。なんかいろんなものにツッコミ入れなきゃダメですね。大変大変、まあでも今ツッコむ必要はないです。あ、見ていただけたいものは、ね、何食べたんですか。まあ、くどいよ。はい、はい、では11月発売の佐藤大治のデビューシングル「ミッドナイトトレイン」のプロモーションビデオ、皆さんご覧ください。詰め合う君
ということで、罰ゲームということになってしまいました。今回はですね、スタッフさんにこう、実は私罰ゲーム聞いてなかったんですけれどもですね、今出されてみてちょっと驚いてるんですけれども、わさび、これで何を正義はです、水とわさびを渡されまして、これを要するに食えという食えということですよね。はい、ということでこれを今から食べます。これを食べたらいかがですか。わかりました。じゃあですね、カボスをつけていただきたいと思います。カボス意味あるのかな。ではいただきます。京次郎作ということでいただきます。だから、ひまわりの種を